まああと1本だけやりましょうか。あんまり喋りすぎるとね、編集の方も大変なんでね。で最近ね、なんか漫画とかアニメとかそういうので、特にアメリカですか、なんかポリティカルコレクトってのがありますね。時々私ちょっと影さしますけどね、前通る人がちょっと光源の前横切るんで、まあそれはしょうがありません。でそのね、ポリティカルコレクトってやつなんですけどね、特にアメリカのね作品、いやほんとバカバカしいですね。要するに政治的体質ですか、世の中にはねいっぱいマイノリティの人がいるんだから、そういう人たちも取り込んで盛り立てて、この差別なく平等に扱わなきゃいけないってわけで、逆にね多数者の立場権利を蹂躙してるっていう妙なことになっちゃってますからね。例えばこの創作物の中で、このやたらとねこの主人公だとか、その重要なこのキャラクターにこの同性愛だとか、あるいはなんかこのなんつうかの精神障害だとか、なんかいろんなこの民族だとか、あるいはこの容姿ですか、この容姿に障害があるとかね、そういうのをぶち込んできますからね。いやまあ確かにね、政治的にはそれで正しいんでしょうよ。でも作品としてはどうなのってわけなんですよね。まあぶっちゃけ言ってね、エンターテインメントは商品ですよ。商品として快楽を得るために買いたいのに、政治的正しさを押し付けられても困るんですよね。いやこれ本当に資本主義の崩壊じゃないかと思うんですよね。いやこれがね、こう昔のソ連だったりしたら、それでいいんですよ。いや同志スターリンを称えなければいけない、そしてね革命をね邁進させなきゃいけない、そういう内容を必ず作品に入れなきければいけない、そういった作品を上演する、演奏する、俳句する、それは素晴らしいことだ、そういう作品に対してはみんなね一生懸命見てめでなきゃいけないっていうのがね、まあ特にスターリン時代のソ連だったりするんですけど、そして確かにそういうんだったら正しいんですけどね。いや今アメリカってまあバイデン大統領でスターリンじゃないんですよね。なんでそうなるんですかね。いや日本にもやっぱりね、やっぱりアメリカがそうなったら日本にもねそういった流れが来るんじゃないかななんて、そういったねなんかあるんでしょうけど、多分来るんでしょう、そういった流れは。ただしねそういうのはねメジャーメディアとかオールドメディアですか、テレビとか映画にはそういうの入ってくんでしょうね。ただね日本の場合はね、二次創作、同人誌の世界、同人の世界がすっごい幅広いですからね。そうやってねこのオールドメディアがポリティカルコレクトで、このアメリカ流のポリティカルコレクトで全滅したら、どん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 ねこの二次創作の方が広がりますよ。この動画だったらこの YouTube もそうですしね、絵だったらね Pixiv ですか、もうそういうのはねどん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 もういっちゃいますからね。いや逆にこれ、いやいいかもしれないですね。そうやってどん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 ねオールドメディアが没落していけば、このねこの個人とか、あるいは小規模でやってるこういうね、いわゆるまあ独立系みたいですか、そういうのがどん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 のしていけますからね。そんなねポリティカルコレクトだとかね、そんなルッキズムとか関係ないですから、もう自腹でやってるんですからね、自腹で自分で好きなようにやってるんですからね、俺の金でやってんだからね、構わしねえだってね、見たくなきゃいいんだよ、俺の金なんだから儲けなんかいらねえよって、まあ、そういったわけでやってますからね、それは強いですよね。まあそれはね儲けになった方がいいですけどね、儲けになるって言ってもあくまでねこのこっち側のこの発信のやり方、それに賛同した人だけが見ればいいってわけですからね。しかし本当にねポリティカルコレクトをはじめとしてね、アメリカはどうなっちゃったんでしょうね。まあ、確かに民主党はリベラルだって言いますけどね、なんかねリベラルがねファシズムの入り口のように見えるんですよね。自由だ平等だって言いますけどね、その先にはねその自由だ平等だをねお題目にして苛烈なね全体主義が控えてんじゃないかななんて感じがするんですよね。まあ、一種のなんていうかね共産主義のキャンペーンですか、まあ、最初このねもう本当にねパラダイスみたいな国を作るぞみたいにねこうやってっても、結局最後はねパラダイスとは反対な国になっちゃってるわけですからね。最初このね労働者を焚きつけて資本家とね対立して、このねこの
賃上げ労働からストライキからいろいろと行くわけですよ。で最後は革命とか言ってね、この政府をぶっ倒して、いやこれでやっと労働者を国にできた、今度はね共産党様のねこの言う通りにやれば間違いないんだって言って仕事をするわけですよね。でもやっぱり仕事をしているうちにね、やっぱちょっとああしてほしいとかね、もうちょっとこうしてほしいとか、そういう意見は出てくるわけですよね。でそういう意見をねこの政治委員に言ったところで、お前な何言ってんだよ、党の命令は絶対なんだぞ、党の命令に反するっていうことは反革命分子だなってことは、お前収容所か処刑が待ってる、それでもいいのかっていう、そういう風になっちゃうんですよね。あれいやあんたら今まで私たちを焚きつけて、ね、上に歯向かうようにね、この労働者の権利とか、ね、人権をって言ったの、いやちょっとそれ話が違うんじゃないかっていうことになっちゃうんですよね。それでねストライキなんかねやったらとんでもないことになりますよ。労働者の権利を守るって言ったら ね、そういった共産主義国家でストライキなんかやったらね、戦車で踏み潰しに来ますからね。リベラルだとか、ね、自由だとか言ってた、そういった共産党政府がね多様性とか言ってますよ今。そしたらね労働運動ね起こしたら踏み潰しに来るっていう恐ろしいことになってますからね。左翼とリベラルってのはやっぱり別物だと思うんですよ。あくまでもこの左の人が言うこのリベラルだ自由だっていうのは客寄せのなんていうかね、このこう売り工場ですよね。とにかくね客入れちゃえばいいんだってね、こうやって見せ物小屋みたいにね、とにかく客をその気にして入れちゃえばいいんだって。で入って入れてみたらね、ほらほらほら6尺の大板だよって言ったら、確かに6尺の大板に赤い絵の具がべったり、6尺の大板に血がついてるから6尺の大板ちな、この通りだろみたいな、そういったわけなんです。とにかくね工場でねこの呼び込んじゃえばこっちのもんだっていう、そういう怖さがありますからね。でね私もね、割とそれなりに、長く生きてますんでね、ちょっとね共産党の地方議員の人とね話したことがあるんですよ。いや昔共産党の方でなんか山口県の方でなんか過激な人たちがなんかいろいろとね活動してましたよねとか、あるいはねなんか過去にこの山奥でなんか武装闘争ですか、なんかそんなキャンプとかありましたよねって話振ったんですよ。そしたらねその地方議員、当然共産党の人ですよね、いやあれはね分派がやった活動だからね、だから我々には関係ないんだみたいなこと言ってんですよ。こりゃおかねえなと思ったんですよ。要するに自分のこのねこの都合の悪いことは全部ねこの人のせいにして捨てちゃってんですよね。山口県のねその共産党のねこの支部がねこの中央とねこの対立してねこうやったの、あれは本当に分派活動だから、ともかくねこの過去にねこの武装革命、武力革命を起こそうとしてこの山奥でこの武装訓練したっていうのは、これ歴史的事実ですからね、本当武装闘争路線を送った、それをね分派がやったことって言って切り捨ててますからね。いや私はねそこでね別の答えがあると思ったんですよ。いや確かにね昔はねああいったね武装革命、そう武力闘争をねやってましたけどね、あれはねやっぱりちょっといけないことは間違ったんでね、今はねそういうことはないように反省して、こうやって平和でねこの対話と協調、そこからこの社会主義共産主義に行くように目指してますって、そういう風に返ってくると思ったらね、そういう風にね都合の悪い過去はね人のせいにして切り捨ててますからね。いやちょっとねそういうところからしても、やっぱりこの愛した人たちの言うねこのことっていうのはちょっと信用できないなっていうのあるんですよね。最近もそうですよ、なんかこの維新の会でしたっけね、の人がね共産党なんかねこのね日本からなくなればいいなんてこと言ってましてね、で共産党のね委員長がねふざけんじゃねえ、多様性ってのを知ってるのか、そんなね人の政党ねなくなればいいなんて、そんなのね民主主義に対する暴挙だって怒ってますけどね、いや頭悪いと思うんですよね。だったら共産党の方も、ね、逆に言い返したらいいんですよ。何維新のと、あんたらこそ日本に必要ないし、あんたらこそ反動のねこうやって日本をねこのね地獄に落とそうとして自民党と一緒に、ね、国民を苦しめてるんでしょ、あんたらこそいらないでしょ、あんたらこそ日本からなくなればいいでしょ、バカじゃねえのって、そうやって言い返したらいいのをね、何言ってるんだって感じですよね。ちょっと意見したらねこの除名するようなところがね、で本当にこの自分のねこの党のトップをね本当に抗戦しない、そういったところが何を民主主義って言ってるんだってね、そうやって過去のねこういったこともね反省もなく人のせいにしてね切り捨ててるとか、何を言ってるんだって感じなんですけどね。
いや本当にね、共産党っていうのは本当残念なところですよね。いや本当なんつうかね、以前このねバブル崩壊の後、この派遣村だとかね、キャノンの偽装受け負いとか、そういう問題の時にはね、本当にね、もう労働者の 味方に立って、本当にカニ光線ブームの時は本当にね、この追い風ね、いやいいところだと私も、ね、一瞬思ったんですよ。もう困った時は共産党、いざとなったら共産党って思ったんですけど、いやもうこれちょっとこれちょっとあんたらちょっとなじゃーんって感じなんですよね。あくまでもなんていうかね、政権の監視役としてはいいんですけどね、それ以上はやっぱりダメですなってとこですよ。本当に日本ってね、まともな野党がないってとこですね。まあ、NHK 党にも期待したんですけどね、もうあんなふうごたごたでね、はっきり言ってもう立花氏のね、本当にもう個人商店みたいなところがあるしね、議員の方はなかなかいいのを揃ってるのに、本当にあそこは惜しいなって。あとね、参政党もいろいろとなんかちょっとカルト臭いとこもあったりね、やっぱりなんつうか、まあその中でも期待できるのは国民民主なのかね。いや本当にこれ、そういう自民とか国民民主とか、まあ他の野党もいいですよ、そういうとこね、まともな人だけこう、ね、この抽出してちゃんとした野党っていうのができるといいんですけどね。いや日本の文化としてそういうの無理だなっていうのは、あんなやっぱ戦前からね、そんなとこあるもんな、立憲政友会とかね、いろんなのあったけどね、結局はね、この身内のねごちゃごちゃの中で、その身内がねごたごたね、この足の引っ張り合いやってるうちに軍部がクーデターを起こして、まあああやってね軍国主義の方にバーって流れちゃって、最後は体制抑散かいって。まあでもやっぱこんな政治でもやっぱりやっていかなきゃ。でもありがたいことにね、この普通選挙によってね、投票権はあるわけですからね。まあともかくね、自分の意思は投票で示さなきゃいけないっていうのはありますね。まあ、この政治家っていうのはね、なんだかんだ言っても私はね、サービス業だと思うんですよ。投票に行かない人は客じゃないですからね。投票行かない人にね、なんかいろいろとねごまかしてもしょうがないですから。でも俺は投票に行くよ、あんたの政策良ければあんたに入れるよって人にとって、やっぱりごまかしてね、なんだかんだしてくれるってわけでね。だからまずはね、この投票に行くっていうのはやっぱり大切ですよね。分け前もらえませんよ、やっぱり。本当にそうやってね、ちょっとこっちもね、やっぱりね、分け前欲しいから投票に行くって、まあそれぐらいのね、なんかしたたかさも必要ですよ。ただね、酒飲んで話したからって言って私の責任が消えるってわけじゃないですからね。まあ本当にフロイトじゃないですけどね、この酒によってね抑圧が弱まった分、はっきり言ってね、その本音とも言えなくはないわけでね。だから逆にこの酒飲んだ時の発言こそがその人の本音とも言えるんだ。だからね、怖いっちゃ怖いんですよね。だから酒のせいにしちゃいけませんよ。本当に酒を飲んだからこその本音とも言えるんですよね。もうこれぐっと開けても、今日はもう無理せず帰っちゃおうか。はい、開けました。もう今日は帰りましょう。下山です。